Hello everyone! I'm Natsuki Hanae, the Japanese voice of Tanjiro Kamado! And I'm Akari Kito, the voice of Nezuko Kamado! さあ、2022年4月に東京で開催されました鬼滅の刃3周年お祝いイベント、鬼滅祭！その中で我々キャスト陣がお送りしました鬼滅の宴無限列車編、そして鬼滅の宴遊郭編の全米劇場公開が決定しました。おお、すごい、素晴らしい。鬼滅の宴は鬼滅の刃の各キャラクターを演じる声優陣によるオリジナル朗読劇と生アフレコで物語をお送りする舞台劇です。今回の全米劇場公開では皆様に鬼滅の宴無限列車編、鬼滅の宴遊郭編の2本を連続してご覧いただく豪華な企画となっております、うん、はい、もちろんね、我々2人出演していましたが、うん、どうでしたか、はい、当日は。いやー、もうめちゃめちゃまずセットが豪華で、うん、もうその場にいる方々がもう本当にその鬼滅の世界に入り込んだような体感をしていただける舞台だったんですけども、うん、多分映像で見ても、うん、もう私たちがもうなりきって、うん、もう演じて魂を込めて演じてましたので、うん、映像でもぜひぜひ楽しんでいただきたい舞台となっております、はい、うん、もうね、あの同じ舞台は二度とできないんじゃないかっていうぐらい、ね、あのみんな燃え尽きましたんで、うん、それをこう2本連続で見るっていうのはなかなかね、ボリューミーですよね。そうですね、はい、とってもあの素晴らしい試みなんじゃないでしょうか。皆さん楽しみにしててください、うん、そんな鬼滅の宴をアメリカの鬼滅の刃ファンの皆様にも劇場を通してお届けできるということで、ぜひお楽しみに。上映に関する詳細は、うん、鬼滅の刃公式 SNS からの情報発信をご確認ください。はい、以上、かまど炭治郎役の花江夏樹とかまどねずこ役の鬼頭あかりでした。バイバーイ。